ホッピービールテイスト飲料とは、ノンアルコール飲料の一種で、ビール風味の発泡性炭酸飲料のこと、ノンアルコールビールビアテイスト飲料、ビール風味飲料、ノンアルコールビールテイスト飲料とも呼ばれる。明確な定義はないが、ビールからアルコール分を抜いたものや、香り味わいのどごしなどの要素をビールに似せたり、その雰囲気を持たせたりした、アルコール分は含まないか特定の数値未満に調整した。 炭酸飲料を指す。日本では、酒税法の分類によって、アルコール分が1%未満は、種類とならずビールテイスト飲料に該当する。ヨーロッパではかなり前から製造され愛用者も多く、アルコール分0.5%未満が、ビールテイスト飲料に該当し、0.6から0.9%は、種類に分類され、ローアルコール飲料と呼称されている。アルコール分を含有する商品では飲んだ量。 体質、体調によっては酔った状態になる場合があり、自動車の運転においてその状態では、アルコール分の基準値が、飲酒運転の数値に該当する、可能性がある。また、アルコール分安有商品の飲用において、薬を処方されている場合や、妊婦、病気で飲酒が禁じられている人など、アルコール分が悪影響を及ぼす、可能性がある場合は医師に相談するなど注意する、必要がある。 飲酒運転の罰則が強化されると需要が高まる傾向があり、日本では2002年の道路交通法改正後の事例や、日本国外では2006年にチェコの事例がある。製法はいくつかの種類がありなどが存在する。原材料は銘柄によって異なり、爆画、糖類、ホップ、酸味料、麦ガエキス、香料、水などが使用されている。米国、編集米国で、 禁酒法の施行時代は、アルコール度数0.5%未満の酒を作る、ことは合法であったことから、ビールの代替品として、ニアビアーと呼称されるアルコール度数0.5%未満のノンアルコールビールが生産された。製法は、アルコール除去法と発酵抑制法が用いられた。また、ビールの醸造業者によっては、最初に、アルコール度数4から5%のビールを製造後、 出荷時に0.5%以下に薄めて販売していた。発売後しばらくの間は味が良かったこともあり、売り上げは順調であったが,あったが、爆が公募金の不足から次第に味が落ちていったことや、闇ルートで容易に通常のビールが入手できたことから、ニアビールの売れ行きは悪化していった。このような背景から、ニアビールにメタノールなどの工業用アルコールを注入することが行われたり、 禁酒法施行時代には大多数の醸造業者が閉鎖したり闇ルートの酒をめぐってギャングが暗躍していた。禁酒法廃止後、ニアビールは清涼飲料としての需要があったため、引き続き生産、販売が行われた。日本、編集、日本向けの商品はアルコール分0.000%の商品からアルコール分1%未満を含む商品が存在する。 日本国内で製造する製品は、酒税法などの法的な要因からアルコール除去法は採用されず、それ以外の製法を用いて製造されている。そのため、ドイツなどアルコール除去法によって製造される低アルコール飲料よりも数段身が落ちる。2002年の道路交通法改正により、飲酒運転への罰則が強化されたことに伴って2000年代、中盤までは、 小売店や飲食店での売り上げが伸び、需要が高まっていた。だが、アルコール分が含まれる商品も存在することで、飲酒運転となる懸念もあり2000年代中盤から、後半は、売り上げは横ばいから、低下傾向になっていた。2009年に、キリン、キリンフリーが発売され、アルコール分0.00%の安心感から、需要が急増したことで、再び活性化した。 2000年代前半まではノンアルコールビールの故障、表示が広まっていたが、実際にはアルコール分を1%未満で含有する商品も存在することから、消費者にてアルコール分が全く含有されていない種類の代替的飲料と誤認する可能性があるとして、2004年5月26日に厚生取引委員会が関連企業、 団体に向けて表示的成果の指導要望を出したことでビールテイスト飲料などの故障、表現に変化していった。容器の品質表示で品名は炭酸飲料などと表示されている。マスコミなどでは2010年代においてもノンアルコールビールの表現が使われることがある。高速道路のサービスエリアパーキングエリアにある飲食店、レストラン、売店では アルコール分を含有する種類の販売が禁止されているが0.00%の数値が高速道路運営会社の理解を得たことで SAPA にてノンアルコールビールなどのノンアルコール飲料を取り扱いしている場合もあるビール酒造組合によると2010年12月現在において日本の大手4社ではアルコール分を含む商品は生産していない チビールのビールテイスト飲料版も存在する。法律では清涼飲料水とされるため、販売にあたって、種類販売業免許も不要で、未成年者への販売、提供と未成年者の購入や引用も、法律上では特に問題はない。ただし、メーカーによっては、未成年飲酒を誘発しないことを大前提としている。要因などから、20歳以上が引用することを想定して開発したとしている。 未成年者に対する販売においてアルコール成分を含有している商品は各社自粛していたがアルコールを含まない商品では対応が分かれておりセブンイレブンやファミリーマートなど大手チェーン店の中には未成年者への販売を自粛している場合やローソンやサークル系サンクスのように未成年者にも販売している場合もあるまた未成年者が購入しにくいように 種類売り場に陳列したり、皮脂面店では、飲料売り場内に専用コーナーを設置し、ビールテイスト飲料表記を添付するなどの配慮を行っている。アルコール分を含まないと謳った商品では、アルコール分の数値を0%と表示せず、0.00%のように、小数点以下の数値も表示している。理由として、酒税法に該当しないビールテイスト飲料は、 アルコール分の含有値の表示において、試写購入が使用可能であり、例として0.2%のアルコール分を含んだ商品でも試写購入で0%と表示することが可能であるが、2000年代後半以降の消費者は食品の表示に敏感であることから、0.00と少数点以下まで正しく伝えることで消費者の安心感を得る目的がある。 日本国内向けの手作り爆賀飲料キットは、酒税法に抵触しないように、アルコール分が一度以上にならない、製造方法が取扱説明書に記載されており、これに沿って作成したアルコール分1%以下の爆賀飲料は、ビールテイスト飲料に該当する。2019年10月1日から導入された、軽減税率は、種類は対象外ではあるが、ビールテイスト飲料は、 法律上の扱いが清涼飲料水となっているため、引き続き8%で販売される。東欧、編集、ロシアなどには爆画などを原料にしたビールに似たクワスと呼ばれる飲料がある。クワスはアルコール度数3%以下のものが多いが、ノンアルコールのものもあり、伝統的にはカキに飲むソフトドリンクとして扱われてきた。日本でビールが高級品扱いだった。 大正末期に代用品としてのノンアルコールビールが流行したことがあったが、技術や材料の不足で質の悪いものが多く流通していた。米国では戦術のように禁酒法時代にアルコール分0.5度前後のニアビアーが醸造された。収水者国家飲料によって大正時代末期から昭和時代前半に開発されたホッピーは戦後の1948年7月15日に発売。 当初の成り立ちから質にこだわったノンアルコールビールの立場であったが発売開始した頃は戦後の物資不足の影響でビールの代用飲料としてホッピーで焼酎を割って飲む方法が自然発生したことからホッピーは焼酎割り飲料として認知度が上がったためビールテイスト飲料とは別にアルコール飲料に類似した立場で扱われることが多い。また 昭和20年代から30年代には、ホッピー以外にも焼酎割りを前提とした飲料、新ビールミックスなどが存在していた。1970年代から1980年代にかけて、日本国外では、ビールやワインなど、アルコール飲料のアルコール分を減らし、ソフトドリンク化する動きが活発化した。しばらく大きな動きがなかった。日本国内でも1980年代になると、 その影響を受けて開発が行われ、1986年2月に新感覚の大人向け飲料として、宝酒造からバービカンが発売、1987年9月に発売された書籍、飲めない族には、1986年2月に発売されたバービカンが大きく取り上げられ、他にも当時販売されていた日本国内外のノンアルコールビール計16種類が掲載された。 しかし、バービカンはビールほどの濃や深みがないために不評を買い、長らく細々と売られていた。2002年に道路交通法が改正され、飲酒運転への罰則が強化されたことなどから需要が広がったとされ、同年から翌2003年にかけて、サントリーのファインブリュー、キリンビールのモルトスカッシュ、日本コカ・コーラのスカイモルトなど日本の飲料メーカーの国内開発商品が、 次々と市場に参入し、従来の主販店の他全国のコンビニエンスストアチェーン店舗でも陳列された。また、製法において日本国内で生産する商品は法的要因からアルコール除去法以外の製法を用いて製造され、以降も同様の状況が続いている。2003年前後に発売された蒸気商品はいずれもアルコール分を1%未満、含有していたが、 一部商品は運転時に引用するシーンを取り入れた広告が制作された。しかし実際の引用直後に道路交通法に基づくアルコール検査を受けるとトラブルになる懸念があり自動車などを運転する際に引用するのは避けるべきとの配慮から早々に放送を取りやめた。このような交通上用具運転を前提とした受容者の衰退や ビールや発泡酒との味わいの差異が大きく消費が伸びなかったことから市場は停滞化し発売1年余りで日本コカ・コーラはスカイモルトを販売終了して撤退するなど2005年から2008年における日本のビールテイスト飲料市場は販売数量250万ケースの横ばいから低下傾向で推移した日本国外産のビールテイスト飲料は2000年代においても 日本で引き続き発売され、各国の商品が輸入元各社から流通しており、かつては日本国内のビールメーカーでも、バクラー、レーベンブロイアルコールフリーなどの一部商品を輸入元となって取り扱っていた。また、同時期の日本国内でもすでにアルコール度数が0.0%と、小数点第1位まで0表示の製品が流通しており、 アルコール度数0.0%表示のアインベッカーやアルコール度数0.0%表示のホルステンなどが存在している。2000年代後半までのビールテスト飲料は0.5%や0.0%のようにアルコール度数を小数点第1位までを主表示した商品が主流だったが2009年4月8日にアルコール度数を小数点第2位まで 主表示した商品では初めてアルコール分0.00%を達成したキリン、キリンフリー発売。同年4月7日に海ホタルパーキングエリアでイベントを行ったことで認知度が上がり大きな反響を得て注文が急増した0.00%と小数点第2位まで例表示したことによりこれまで消費者が抱いていたアルコール分に対する抵抗、不安感が払拭されたことで キリンフリーはドライバーや妊婦の指示を得た。アサヒビール、サントリー、サッポロビールもこれに追随してアルコール分0.00%のビールテイスト飲料の新商品を発売したことで市場は活性化し、キリンフリーは2009年で350万ケース強の販売数量を記録した。また、バービーカンは2009年12月15日に少数点、第3位まで。 主表示した商品では初めて0.000%を達成した中身にリニューアルした。これらの要因から、同年のビールテイスト飲料市場規模は、約500万ケース強と拡大した。2010年には健康成分のオルニチンを配合した、キリン、キリン休む日の ALC0.00% や、カロリーゼロのサントリー、オールフリーや、朝日、 ダブルゼロのように機能性の付加価値を加えた商品が登場したり、当時市場占有率トップであったキリンフリーは再度、リニューアルで味をビールに近づける改良を行うなど、市場は活性化している。2010年代では、各種開発で蓄積したノウハウを活かして、商品の味が向上していたり、消費シーン、消費者において、従来はビール代わりにする男性が多かったが、 生活リズムが変化したことや飲料シーンの多様化、主婦の利用が目立つなど広がりを見せている。また、清涼飲料水であるため酒税がかからないことから、利益率が高い商品であり、ビールメーカー各社において、業績貢献度の高い存在となっている。2011年、札幌からプレミアムビールテイストのプレミアムアルコールフリー発売。2011年の日本における、 市場規模は1180万ケースとなり、日本国内ブランドシェアでは、サントリーオールフリーが主位となった。2012年2月、アサヒは主力商品のスーパードライに似たパッケージを採用したドライゼロを発売し、ヒット商品となった。この要因が影響し、2012年、上半期日本国内ブランドシェアにおいて、前年首位のオールフリーは引き続き主位を確保し、新発売の ドライゼロが第2位となり、キリンフリーは第3位に交代した。五十音順、ありがとうございます。